気になる場所ね。何か見つかりそう。どうやらここが最深部。財宝があるとすればここか。不気味な場所。幽霊船の名は伊達ではなかったってこと。こんなところを歩いてる時にそういうこと言わないでよ。もしかして怖いの？違うよ。あ、ただほら、あんまり変なこと言って本当になっちゃったりしたら困るじゃない、みんなが。し、黙って。え？何か来る。油断しないで。こいつが今のここの主。行くよ。面倒だし、これで損失完了。あたしを本気で怒らせたみたいね。チチンプイのプイなんてね。ここが一番奥の部屋。よし、いよいよお宝とご対面。これだけ？こんなケチくさいものばっかり？まさか船に眠っていた財宝がこれだけとは。なんだか残念ですね。全然割に合わないじゃん。話に尾ひれがついたのね。がっかりはしたけど、
伝説の幽霊船の存在を確かめただけでも個人的には収穫だった。それにこれで私の目的が終わったわけじゃない。これからも財宝探しは続ける。